カエルの王様、または鉄のハインリッヒ、グリム。昔々、まだどんな人の望みでも思い通りにかなった頃のことです。あるところに一人の王様が住んでいました。この王様にはお姫様が幾人もありましたが、みんな揃って美しい方ばかりでした。中でも一番下のお姫様は、それはそれは美しいので、世の中のいろんなことをたくさん見て知っているお日様でさえも、お姫様の顔を照らすたびにびっくりしてしまうほどでした。王様のお城の近くに、こんもりと茂った森がありました。森の中には古い菩提樹が一本立っていて、その木の下から泉がコンコンと湧き出ていました。暑い日にはお姫様は森の中に入っていって、この涼しい泉のほとりに腰を下ろしました。そして退屈になりますと、金の鞠を取り出して、それを高く放り上げては、手で受け止めて遊びました。これがお姫様にとっては、何よりも楽しい遊びだったのです。ある日、お姫様が、いつものように金の鞠を投げ上げて遊んでいるうちに、つい受け損なってしまいました。鞠は地面に落ちると、そのまま水の中へコロコロと転がり込みました。お姫様は鞠の行方を眺めていましたが、鞠は水の中に沈んで見えなくなってしまいました。泉はとてもとても深くて、そこは少しも見えません。それでお姫様はしくしく泣き出しましたが、その泣き声はだんだん大きくなりました。お姫様としては、あの鞠をどうしても諦めることができないのです。こうしてお姫様が泣き悲しんでいますと、誰かお姫様に呼びかけるものがありました。どうなさったんですか、お姫様。お姫様がそんなにお泣きになると、石までもおかわいそうだと泣きますよ。お姫様はびっくりして、声のする方を見回しました。すると、そこには、一匹のカエルが、気味の悪い、膨れた頭を水の中から突き出しています。あら、お前さんだったのね。年寄りのカエルさん、今何か言ったのは。と、お姫様が言いました。私はね、金の鞠が泉の中に落ちてしまったんで、泣いているのよ。心配しないで、泣くのはもうおよしなさい。私がいいようにしてあげますからね。でも、あなたの鞠を拾ってきてあげたら、私に何をくださいますか？と、カエルは言いました。大好きなカエルさん、お前さんの欲しいものは何でもあげるわ。と、お姫様は言いました。私の着物だって、真珠だって、宝石だって、それから、私のかぶっている金の冠だってあげてよ。すると、カエルは答えました。着物も、真珠も、宝石も、金の冠も、そんなものは何にも欲しくはありません。その代わり、もし、あなたが私を可愛がってくださろうというのなら、私を、あなたのお友達にしてください。
そうして、あなたの食卓に並んで座らせてくださって、あなたの金のお皿で食べ、あなたのかわいい杯で飲ませてください。それから夜になったらば、あなたのちっちゃなベッドに寝かせてください。もしこれだけのことを約束してくださるなら、水の中に潜っていって、金のまりを取ってきてあげましょう。いいわ。とお姫さまは言いました。金のまりを取ってきてくれさえすれば、お前のお望みのことは何でも約束してあげるわ。でも心の中では、おバカさんのカエルね。カエルなんか水の中の仲間のそばでギャーギャー泣いていればいいのよ。人間のお友達になろうなんてとんでもないわ。と思っていたのでした。カエルはお姫様から約束してもらいますと、頭を引っ込めて水の中に潜っていきました。それからしばらくするとまた浮かび上がってきました。見れば確かに金のまりを口にくわえています。カエルはそのまりを草の中にポンと放り出しました。お姫様は自分の美しいまりが戻ってきたのを見ますと、嬉しくって嬉しくって、それを拾い上げるなり、そのまま飛んでいってしまいました。待ってください。待ってください。とカエルは大声で叫びました。私も一緒に連れてってください。私はそんなに走れないんです。けれどもカエルが後ろの方からいくら大きな声でギャーギャー泣いてもわめいても何にもなりませんでした。お姫様はカエルが叫ぶ声には耳も貸さず、急いでお城へ駆けていきました。そしてかわいそうなカエルのことなんかすぐに忘れてしまいました。ですからカエルの方は元の泉の中にすごすごと帰っていくより他はありませんでした。そのあくる日のことでした。お姫様が王様をはじめご家来の人たちと一緒にみんなで食卓について金のお皿でごちそうを食べていますと、何やらピチャ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 と大理石の階段を這い上がってくる音がしました。そして上まで上がりきりますと、トントンと戸を叩いて、お姫様、一番下のお姫様、どうかこの戸を開けてください。と大きな声で言いました。そこでお姫様はかけていって、誰が来たのかしらと思いながら戸を開けました。と驚いたことに、戸の外には昨日のカエルが座っているではありませんか。それを見るなり、お姫様はバタンと戸を閉めて、急いで食卓の席に戻りました。でも胸の中は心配で心配でたまりません。王様はお姫様の胸のドキドキしているのを見て、姫や、何が怖いんだね。戸の外に大入道でも来て、お前をさらっていこうとでもしているのかい？と尋ねました。あら、違うわ。とお姫様は答えました。大入道なんかじゃないの。いやらしいカエルなのよ。
そのカエルがお前に何の用があるんだね？それはね、お父様、昨日私が森の中の泉のそばに座って遊んでいたら、金のまりが水の中に落ちてしまったの。それで私が泣いているとカエルが出てきてまりを取ってきてくれたの。その時カエルがあんまり頼むものだから、じゃあお友達にしてあげるわって約束しちゃったのよ。だってまさかカエルが水の中から出てこようとは思わなかったんですもの。それがね、今あの通りやってきて中へ入れてくれって言ってるのよ。その時また戸を叩く音がして大きな声がしました。一番下のお姫様、どうか開けてくださいな。涼しい泉の傍らで昨日約束したことをあなたは忘れちゃいないでしょう。一番下のお姫様、どうか開けてくださいな。それを聞きますと王様は言いました。一度約束したことは必ず守らなければいけないよ。さあ早く行って開けておやり。お姫様は立って行って戸を開けてやりました。途端にカエルはぴょんと飛び込んできて、それからずっとお姫様の足元にくっついて椅子のところまで来ました。カエルはそこに座り込んで、私もその椅子の上にあげてください、と言いました。ところがお姫様はぐずぐずしていたものですから、とうとう王様から、そうしておやり、と言われてしまいました。カエルは椅子の上に乗せてもらいますと、今度は、食卓の上に乗せてくれと言い出しました。そうして食卓の上に乗せてもらいますと、その食卓のお皿のものを二人で一緒に食べられるようにもっとこっちへよこしてくださいと言いました。お姫様はその通りにしてやりましたが、嫌で嫌でたまらない様子です。カエルはいかにも美味しそうに食べていましたが、お姫様の方は一口ごとに喉に使えるような思いでした。カエルは食べるだけ食べてしまいますと、ああ、お腹がいっぱいになってくたびれてしまいました。さあ、私をあなたのお部屋へ連れて行ってください。そうして、二人で寝られるように、あなたの可愛らしい絹のベッドをきちんと直してください。と言いました。とうとうお姫様は泣き出してしまいました。無理もありません。触るのさえ気味の悪い冷たいカエルが、今度は自分の綺麗なベッドの中に寝たいなんて言うんですもの。お姫様はすっかり怖くなってしまったのです。けれども、王様は怒って、こう言いました。困っているときに、助けてくれたものを、後になって知らん顔するのはいけないよ。そこで、お姫様は、仕方なしに、カエルを二本の指でつまんで、二階のお部屋に連れて行って、隅っこに置きました。そうしてお姫様がベッドの中に横になりますと、またもやカエルが這い出してきて、あー、くたびれました。私もあなたのように楽に寝たいですよ。さあ私をそこにあげてください。
もしそうしてくださらないとお父様に言いつけますよ。と言いました。それを聞くとお姫様は本当に怒ってしまいました。そしていきなりカエルをつまみ上げるとありったけの力を込めて壁に叩きつけました。これで楽に眠れるわよ。本当にいやらしいカエルだこと。ところがどうでしょう。カエルが下に落ちた時にはもうカエルではなくなって美しい優しい目をした王子に変わっていました。王子はお姫様のお父様の計らいでお姫様の仲良しになりお婿様になりました。そこで王子は自分の身の上話をしました。その話によりますと王子はある悪い魔女のために魔法をかけられていたのですが、それをあの泉から救い出してくれたのはお姫様だけだったということでした。そして王子は、明日は二人で僕の国へ行きましょう、と言いました。その晩は二人ともゆっくり休みました。あくる朝、お日様が二人を起こす頃、八頭立ての白い馬に引かれた一台の馬車がやってきました。どの馬も頭に白いダチョウの羽をつけて金の鎖でつながれていました。そして馬車の後ろには若い王様の家来が立っていました。それは忠義者のハインリッヒでした。この忠義者のハインリッヒは、ご主人がカエルにされたとき、それはそれは悲しみました。そして、その悲しみのあまり、自分の胸が破裂してしまわないようにと、鉄の輪を三本、胸にはめたのでした。ところで、この馬車は、若い王様を国へお連れする、お迎えの車だったのです。忠義者のハインリッヒはお二人を馬車に乗せてから自分はまた後ろに乗りました。そしてご主人の助かったことを心の底から喜んでいました。馬車がしばらく走っていきますと若い王様の後ろの方で何かパチンと割れるような音がしました。そこで若い王様が後ろを振り返って大声に言いました。ハインリッヒ、馬車が壊れるぞ。いえいえ、お殿様、馬車ではございません。あれは拙者の胸輪です。殿様がカエルになったとき、泉に沈んで行かれたとき、悲しみ嘆いてはめた拙者の胸輪です。けれども、もう一度、またもう一度、パチンという音がしました。その度に、若い王様は、馬車が壊れるのではないかと思いました。でもそれは、やっぱり、忠義者のハインリッヒの胸から飛び散る胸輪の音でした。それというのも、大事なご主人が助かって、これから幸せな毎日を送られることになったからですよ。おしまい。